ロボットアニメ速報。ズンダモン総統が直接情報を届け、まずはこちらの作品。2003年にビッグコミックオリジナルで連載がスタートした浦沢直樹の手塚治虫の漫画「鉄腕アトム」に含まれる史上最大のロボットノカイを原作としてリメイクした作品「プルート」がついに今年ネットフリックスでアニメが配信予定。PV が公開された最初の発表が2017年、約5年もの沈黙を破り、公開された映像のクオリティも期待できそうなのだ。続いてはあの作品の新作について発表があったのだ。サンライズビヨンド制作、境界戦記シリーズの最新作ついに始動。タイトルは境界戦記極光の早期。数々のロボットアニメを手掛けてきた大張雅美監督が描く新たな境界戦記の世界、現在企画進行中とのこと。プラモがアニメ終了後も続々出るので、まさかアニメが続くとは思わなかったのだ。大張監督なら作画の面では安心できそうなのだ。さあ境界戦記を楽しみ尽くせ。以上ロボットアニメ速報、ズンダモン総統がお送りしたのだ。